ばんは、沢田研二です。日産ミッドナイトステーション、毎週火曜日の夜は沢田研二が気ままにお届けする60分です。さて、僕は先週の11日から16日までの6日間、恒例のっていうか去年に引き続いてですね、ハワイツアーへ行ってまいりましたけれども、まあしかしながら今回は550人近いですね、ファンの人たちと、まあ一人ずつ、カップルになって写真撮りましたが、ちゃんとやっぱりね、ニコッと笑った顔に、しなくちゃと思いつつやっておりましたが、550もやると本当に顔が、頬が凝ってしまいましたけども、肩が凝るというのがありますが、頬が凝ってしまいましたが、そんな疲れももうすっかり取れました、沢田研二でございます。そんないろんな話を、ハワイの、ね、思い出話などを取り混ぜまして、今日は食欲の秋ということで、食欲について、また食べ物についていろいろお話してみたいと思います。もちろんオールデイズバッドタイガースのコーナーだの盛りたくさんの内容でお届けしたいと思います。沢田研二、夜は気ままに、 Tonight You Belong to Me。今日はみんなが綺麗に見える。孤独になったら今日やぞ。今日と他にはない。なんという大胆なことを言ってるんでしょうか。今日はみんなが綺麗に見えるっていうことは、普段は綺麗じゃないのかなっていう、そういう意味もありますね。今、流れておりますのが、カセットのコンデンサーマイクで、直で撮りましたという、その最後のですね、ハワイでの打ち上げパーティーの模様なんですけれども、はい、まあ例によりまして、またまた盛り上がりましたけれどもね、まあ、なんていうんですか、その豪華客船と予想しておったのがですね、なんとこれを多分昔その兵隊さんを運んでた船やろうと思われるんですね。まあ体育館を船にしたような船なんですよ。この体育館っていうのがまた良かったんですね。なんかシャンデリアがいっぱいあってね、絨毯が分厚くてっていうんじゃなくて、なんかテーブルも本当にそれこそなんか学校にあるようなっていう、そういうね、ちょっとこうなんていうんですか、とつとつとした、まあそそとした感じがかえってそのこうツンツンとした、パーティーにならずですね、良かったんじゃないかなと思いますけれども、まあしかしながら去年に引き続きまして、また森本マネージャーが大ワンマンショー大会を繰り広げまして、で最後は私が締めくくりましたけれども、まあ大変楽しかったんですけどね。こういうお便りもいただいております。中野区の西村清美さんからいただきました。ジュリーさん、こんばんは。とても素晴らしかったロックンツアー81ハワイ打ち上げ、フラフラ旅行団、とってもとっても楽しかったです。500人ものファンとのカップルでの撮影会、本当にお疲れ様でした。この中で楽しかったことは、まさかのジュリーさんが私たちファンのゲームの審査員、まさかのジュリーさんがですか、私たちファンのゲームの審査員長の判定、ズバリで笑わせてくださったこと、などいろいろね、まあ、ジュリービーチっていう、ジュリービーチって、まあ、急遽名付けたんですが、そこのまあプライベートビーチでね、泳いでたんですけれども、そこでまあゲームなんかもしたんですよ。で綱引きなんかやりましてね、まあしかしなんていうんですか、優勝と準優勝のチームには、メダルを差し上げますと、こうなるとね、もう必死になってみんな頑張りましたね。もう本当、そのなんていうんですか、あられもない姿が非常に美しかったと僕は思っておりますけれども、ね、それからフィルム上映会では懐かしのザ・タイガース、まあこれは隠し芸大会の抜粋したやつをね、ずっと、いろいろ出てきました。それから、同棲時代と、セブンスターショーツというやつがね、これをやったんですけれども、書いてあります。同棲時代のジュリーさんは初々しかったですね、可愛かったです。それとセブンスターズショーが見られてよかったです。あのビデオこそ保存版ですね。打ち上げパーティーも、昨年に比べて新しい企画など組まれて最高です。小林マネージャーなどのバンド編成してくださったり、やっぱり何と言っても優しかったジュリーさんの言葉が心にじんときましたと、いうことでございますが、まあそんなことでね、本当にまあこのツアーに参加できなかった方たちもね、やっぱり行きたかったという気持ちには
変わりなかったと思うんですけれども、まあなんせ、遠いところでもございますし、お金もね大変、まあ、ハワイ旅行にしちゃ安いんだけれども、まあ金額自体は高いということでございますからね、もう大変だったと思います。はい、そんなわけで、まあ、来年はどうなりますかということでございますけれどもね、まあとにかく楽しかった思い出を、胸にですね、またまた新たな気持ちで頑張ろうということでございますけれども、まあそれから忘れておりましたが、先週の終わり品に言いましたね、あの英語でこのセルフガールに無事に撮り終えましたがね、緑山のスタジオで。はい、まあしかしながら随分録画撮るまでに余裕をいただきましたので、バッチリいきましたね、かなりバッチリいきましたよ。You must be tired、 あなたは疲れ、お疲れでしょうとね、まあいろんな訳し方ありますが、まあビジネスのお客さんだから、お客さんだからこう丁寧に、まあ、言うわけですが、You must be tired、 あなたは疲れてるんじゃないかと、そういった彼氏はいろいろこう答えてくれるわけでね、まあ、こんなに遅くなったのに迎えに来てくれて本当にありがとうと、いやまあ今日はゆっくり休んでくださいと、Try to get a good sleep tonight、 ね、今日は今夜はゆっくり休みなさいと、休んでくださいと、で明日の朝別所さんがいろいろあなたにコンタクトを取るために10時頃電話しますよというような、まあね、Mr. 別所 will contact you at 10 in the morningregarding the schedule とこうね、ね、もうちゃんとしたんでしょ。で最後にこう何やかんやってこう言う、あんた英語うまいねって言われると、そうなんです、あなたに会う前に僕はちょっと練習しとったんですよと、スーパーマンを 見ながらという、そういうね、Well, actually I've been practicing before coming to meet you, I watched the Superman とこう言うんですがね、まあなかなか、しかし本番になるとやっぱ緊張するね、相手は本物の英語使う人ですからねっていう感じ、そんなことでございました。はい、さてさて、それではですね、本日の1曲目早速いってみたいと思いますが、リクエストたくさんいただいております。なんと昨日発売になった、昨日というか一昨日というか正確なところはそういうことでございますが、21日に発売になったという新曲リクエストたくさんいただきました。上福岡市の、吉岡俊恵さん、それから、西宮の化身清水ひかるさん、岡山市の柳義江さん、川崎市の山本千恵美さん、山口県山口市の中谷真澄さん、福岡市、あ、福岡じゃない、広島市の川西文江さん、船橋市の津幡正明さん、それから横浜市の駒場照江さん、からいただきました。それではストリッパーです。春でも秋でも真冬でも愛は
ストリッパーを聴いていただきました。さてここで皆さんにプレゼントのお知らせでございます。僕のニューシングルストリッパーの発売を記念いたしまして、僕の楽譜集新興楽譜より出ておりますストリッパー澤田研二楽譜集を20名の方に差し上げたいと思います。内容はアルバムストリッパー GS I Love You に収められている曲を中心に楽譜と写真がいっぱい詰まっております。今日もたくさんのお便りいただいておりますけれども、どんどんご紹介したいと思いますが、鎌倉市の、藤枝涼子さん18歳の学生さんからいただきました。あなたは疲れているに違いない、ハワイからお帰りなさい、完全なプロポーションのジュリー、冒頭は先週の終わりのセリフの役ですと。あ、You must be tired ね。あ、そうか。あまりにスラスラと喋ったので、これしかわからなかった私、情けないと。まあ、しかし、まあ、大丈夫ですよ。ところでこのドラマは10時から11時というアダルトの時間帯だから、きっとラブシーンはふんだんにあるのでしょうね。悪魔のようなあいつでもそうでしたもの。うっというのはなんだこれは。うっ、な、うっとこう伏せるわけだな。私すごく心配なのです。誰でも演じているラブシーンなら、炎の肖像、パリの哀愁、源氏物語、エトセトラで慣れっこなんだけど、ほら以前この番組でジュリーは正拳を見習ってラブシーンの時は恥を捨てて思い切りガバッとやってみたいと言ったじゃないですか。キャー、心配。どんなラブシーンを演じるつもりなのですか。もう撮っちゃいましたか。首すりばかりだったら滝川さんはジュリーの好みではないということになるか、彼女に拒否されたなんていらぬ想像をしてしまいます。でも早く普通の男性を演じるジュリーが見たいです。10月1日が待ち遠しい。楽しみにしていただきたいと思いますけれども、まあすごくね、ちょっと並大抵のラブロマンスじゃないんですよ、このいつか黄昏の街でっていうのは。こう微妙なその心のそのね、お互いの心理をこう縫って、まあ、別に体をこう寄せたり、こう口づけをしたり抱擁したりということだけじゃなくて、こうお互いに離れ てこうセリフを交わしても、それがラブシーンに見えるように演じたいというような、そういうね、ちょっと、粋なドラマでございますけれども、いざそういう節分シーンとかあった時にはガバッと言ってみたいとは思っておりますよ。はい、ありがとうございます。激励ありがとうございます。こんだけ激励していただけるの、それこそ本当にガバッと言ってみたいという気になってしまいますね。はい、そんなことで、たくさん、お便りいただいております。またリクエストもいただいておりますけれども、これは目黒区の福島久美さん、それから大田区の藤本康子さんからいただいております。シェイキンスティーブンスの、Drive Me Crazy 聞いてください。どん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 から日本に上陸してまいりますね。アンツもそうだし、ストレイキャッツもそうだし、シェイキンスティーブンスもついにやってきたという感じですね。まあ、レコードがですが、ドライブミークレイジー、シェイキンスティーブンスでした。
さて今日のちょっとした特集は、食欲にちなんだお話、そして、まあそれにこじつけたなんていうかね、ヒントにいろいろな、曲をお届けしようと思いますが、沢田研二にとって食欲とは、これは忍耐であるっていうね、というのはですね、食欲とは肥満との戦いであるということでございますね。私、まあどちらかと言いますと骨細でございまして、まあどちらかというと色白、まあこれからの季節はまあ肌をまあ露出するということも少ないんですけれども、まあいくら気痩せするとはいえ、ムチムチムッチンムッチンチンという感じになると困るわけでございましてね、まあ、本当に僕は小さい頃から痩せの大食いと言われたんですが、それがだん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 、年月を経てですね、まあ東京へ、初めてまあこのタイガースでデビューするべく上京した時には48キロだったのが、今はなんと57、8キロになっているということでございましてね、まあだん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 僕自身のね、いわゆる食料事情っていうのが良くなったのか、贅沢になったのかということなんでございますけれども、まあ、しかし本当に僕が食欲の任すままに促すままにですよ、物を食べ飲んでたら本当にこれもうブクブクになってるね。これは本当にそう思うんですよ、実に。だって僕はどっちかというと美食家じゃないし、で要するにお腹が空いてたら何でも食べる、で空いてなくても前に出されると食べるというタイプなんだね、どっちかというとね。でよくね、まあ地方公演とか、それからみんなで食事をすると、大勢でテーブルを囲んだりなんかすると、まあみんな大体、まあ僕が一番よく食べるね。で僕はまあその親の教育がどうだったのか、要するに一つでも米残したらお百姓さんに申し訳ないとか、罰が当たるとかっていう、そういう教育を受けたわけですよ子供の頃に。だから絶対残さない。で魚なんかでも骨をちゃんと一本ずつ口の中こう出してですね、本当猫が食べるとこないぐらい食べるんだから、本当に。だから残ってたら気持ち悪いんだ。もうそのまあ横につけてある、それこそ下に敷いてあるレタスとか、そのなんかサラダ菜でもそれでもこう食べてしまうというタイプなんでね、本当にたくさんで食べると絶対ダメだね。うん、まあますますこれからその、食欲の秋ということで、まあ大体僕は夏でも食欲が減退しないタイプですから困るんですけれども、まあ3食きちんととるしね、それからまあ胃潰瘍をやってから特に3食きちっと取った方がいいと、 できるだけ時間も決めてその食べた方がいいと、これをコンスタントにやるっていうのが難しいんだよね。仕事の都合でやっぱり寝るのが一番だということだから、でまあ昼から仕事の時はじゃあね、起きるのは10時頃だということになると、どうしても朝ごはんっていうのは遅れるわけでしょ。それと自然にだんだんそれにずれてこうずれていくわけですよ。でまたよくみんなが言うことは、9時以降に食べるとその太るとかね言うわけですよ。これが困るんですよ。うん、でも僕はやっぱり健康だと思うんですが、朝ごはんっていうのは絶対食べられるね、朝食で朝ごはんっていうのが一番おいしいなという感じですけれどもね。うん、それからまあ何が好きかというと、大体嫌いなものはないんですけど、まあ、ゲテモノっていうのはダメですけどね。まあゲテの寸前というやつは結構で、またルックスの良くないのっていうのは好きですよね。うん、ウニとか、まあ、いくらは悪くないか、なんかあれ勧誘ドロップみたいでしょ。ウモとか、まあ生ものが好きですね。でもなんか最近新聞見てると、生で生きがって食べてるとその中にまあ虫がいて、その病気になることもあるから、できるだけ熱を通した方がいいなんて書いてあると、やっぱりそうかなと思ったりもするんですがね。うん、まあしかしながら、食欲の秋ね、うん、だんだんこれから暖かくじゃない、寒く何を言うてんねん、寒くなってくんですよ。そうするとやっぱりね、鍋を囲んでっていうのがね、やっぱり地方なんかも行きますと鍋っていうのが多いんですね。うん、鍋なんかやりますと、後で残ったその鍋がメインじゃなくて、後でその全部中身をこうよそってね、さらえて、その残った汁でおじやを作る、これがうまいんです。これはまた太るんですけれどもね。しかし鍋、どんな鍋でもそれ相当のそれなりの味が出るもんでございます。またすき焼きの甘いおじやもなかなかこれ結構いけるんでございますね。はい、それでは
テストオブハニーですき焼き81です。続きますからね、番組は。はい、すき焼きと思い出しましたがね、なんと言いましてもすき焼きというと、まったげのすき焼きっていうのを思い出しましたがね、うちのマネージャーの森本さんの、田舎が、実家が丹波篠山兵庫県にありまして、ここで裏山に松の木がいっぱいありまして、この季節になりますとまったげができるんです。で、僕らドーッともうおととしになりますかね、でお邪魔しまして、まったげからさせてもらって、で、まったけご飯にまったけの蒸し焼きね、それからまったけのすき焼きとこう来たわけですよ。この時のまったけのその量の多いこと、普段ぐばっとこう大人数ですき焼きの鍋を囲みますと、それぞれみんながネギで肉を隠したり、白滝で肉を隠したりね、タケノコで肉を隠したり、そういうようにするわけですよ。ところが今回は肉でまったけを隠したというね。で、一生懸命隠してね、この肉でうまくこう結んだっていう。で、もう全くこっちないよってなことを言いながらね、こう肉を上にかぶせて、この肉の出汁を全くに染み込まそうとして、こわーっとこう隠しとったんですよね。そしたらもうなくなったっていうんで、またお母さんが聞き聞かせてくれて、またカゴにゾバーっと持ってきて、うわせっかく隠してたのにっていう感じでね、これは本当に一生思い出に残る大贅沢なすき焼きでございましたね。はい、それから食事には、まあ、きちっと、まあ、食事をしますとフルコースでいきます。デザートっていうのが出ますがね、最近やっぱりこの夏場はやっぱり桃が美味しかった。で、まあ、今は温室栽培ですから何でもある、ね、メロンっていうのはもうフルシーズンあるでしょう。だから最近なんかありがたみがなくなってね、困りますね。で、イチゴもね、もう一つなんだよね。これも温室栽培してるからね。で、桃とかっていうのはなかなか意外と温室栽培してないよね。まあ、してるとこもあるでしょうけど、この桃が美味しかったね。今年の夏は桃が、もうすももも桃も桃のうち、桃もすももも桃のうちでございますけども、それからいちごでございますけども、これもね、よくまあいちごミルクとか、それからまあ先のクリームとかっていうよりもね、僕が一番好きなのはレモンを絞ってかける。このいちごはうまい。レモンをキュッとこう絞るだけなんです。で、その木のままで食べるということですね。だいたい僕は木のままで食べるっていうのが好きみたいです。そんなわけでございまして。今度はビートルズでストロベリーフィールズフォーエバー。ビートルズでストロベリーフィールズフォーエバー聞いていただきました。こうやって、まあ、いろんな食べ物の話しておりますと本当にお腹空いてまいりました。本当にお腹空かしといて食べるのが一番いいですね。で、あんまり間食とかそういうのはしない方がよろしい。3度なら3度、まあ、4度なら4度ね。しかしこの夜遅くまで起きてると、起きてる分お腹が空きますからね、この番組終わったら寝てくださいなんて。しかしね、あまり食べ過ぎないようにしていただきたいと思いますよ。
だからまあ美味しい食事の仕方っていうのはやはり環境っていうのがね、すごくあると思うんです。やっぱり一人でなんかボソボソっとした感じでねなんか食べてると本当に美味しいものも美味しくなくなるという感じだと思うんです。まあできれば、気心の知れたっていうかね、まあ好きな人たちと一緒にまあガヤガヤ言いながら食べるのがね一番美味しいんじゃないかと思うんですけれども、まあ日本人の場合は割と昔食事の時に喋るなというそういう教育がされてるようなところがありますから難しいかもしれませんけど、まあ本当にワイワイガヤガヤ大勢食べた方が食欲進むでしょうね。はい、しかし気をつけよう、その一口が二重顎。さてここでまたまたお便りの紹介ですけれども、こんなお便りが届いております。北九州市の井上真理さんからいただきました。獣医ちょっと前になりますが小さい記事を偶然見つけたのでお知らせしますという、まあ、今日は偶然なんか、新聞なり雑誌の記事の お便りですけれども、朝日芸能9月10日号、まあすごいの見るんですねあなた。ジュリーは東洋のジェームス・ディーン、クエスチョンマーク、クォーテーションマークと、アメリカ映画ウルフェンの宣伝キャンペーンのため来日したマイケル・ウォードレー監督がジュリーを称してジェームス・ディーンのイメージを感じさせる役者と絶賛。沢田主演の魔界転生の使者を見るなど大変な惚れ込みを。過去外国からの映画人の来日は数知れないが、黒沢と三船以外の日本の俳優を絶賛した例は少ない。そのうち同監督からジュリー名指しで出演依頼が来るかもしれないという、以上原文のままですというお便りですがね、まあ、このマイケル・ウォードレーという人は、その昔あのウッドストックを監督した人なんですよね。だからそういうところで、まあ、僕も、まあ、音楽をやってるということで、興味を覚えてくれてるんじゃないかなとも思うんですけれども、はい、まあ、時間があれば、会いたいなと思ってたんですが、結構ね、向こうも大変でしょうしこっちも、別に暇なわけじゃないので実現はしませんでしたけれども、こういう記事に載ったの僕知っております。ありがとうございました。しかしそのウォードレーさんの監督で何かやるとなるとこれまた大変ですよね。また英語でやるんかまたという感じでございますから、ちょっと臆病になってしまいますけども、でもまあしかし話が来たらそれは乗らんことはないでございますよ、うん、はい。さて、それではですね、本日最後の曲になってしまいますけれども、リクエストいただきました大阪吹田市の二階堂康代さんからいただきました、新曲の B 面ジャンジャンロックをお届けしましょう。雨降りブラブラ一人パチンコするにも金がない、仕事やめちまったのさ、どの椅子で来るか即首だぜ。じゃんじゃん雨降りブラブラ一人びしょ濡れ街角赤電話、あの子呼び出してやれ、電話番号書いた待ち明かした、電光ニュースを見上げれば明日も雨降りらしい、街に出てきておいらもちょうど2年目、 Well ジャン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 ロックジャン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 ロックひとりシャッター降りたデパートの前の夜店のひよこが赤や緑黄色まるでおもちゃ、食べ好きな俺だけど今はネオンが眩しすぎるのさ、何もかも燃やしちまったら消せらせらなのに、じゃんじゃん雨降りブラブラ一人天候ニュースを見上げれば明日も雨降りらしい
待ちに出過ぎておいらもちょうど2年目ウェルジャン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 ロックジャン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 ロックジャン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 ロックの沢田研二夜は気ままにいかがでしたでしょうか。腹減ったよ本当に。ところで大相撲も終盤、そしてプロ野球はもはや日本シリーズの話題ね。また秋の六大学野球、サッカー、テニス、ゴルフとスポーツ界はシーズンが始まったり終わろうとしていたりですね、いろいろございますけれども、しかしこういう我々この芸能人とかミュージシャンというか、最近はノベツだね。最近は夏もやるようになったからね、本当にシーズンがないという感じでございますけれども、さて皆さんから寄せられるおはがきにもシーズンはございません。どんどんお寄せください。それでは See you next week. Same dial, same channel. Bye bye.